ハローエブリワン、マイネームイズレイムスローリー。ゆっくりマリサだぜ。最近、世界を飛び回る仕事がしたいと考えているの。同級会には行けなくなるけど、シンガポールを南北に縦断する地下鉄を作る仕事にも憧れるわ。だから冒頭の挨拶が英語だったのか。確かに最近は、世界を舞台に働きたい女性も増えたな。そうよね。でも異国で暮らすのも不安だわ。てか、日本で初めて女子留学が行われたのはいつなの？それは1871年、明治4年だ。幕末に条約を結んだ国に国書を渡すため、この年に明治政府は岩倉使節団を派遣する。施設には8歳から16歳までの5人の女子も随行し、彼女たちが日本最初の女子留学生だ。最年少は8歳、若いわね。違いないな。今回はこの時に派遣された女子留学生、山川捨松について解説するぜ。彼女は封建社会が色濃く残る明治期の日本において、自分のできることを模索し続けた女性なんだ。ワクワク。山川捨松は明治期に活躍した教育者であり、慈善活動家。捨松は会津藩の家老の家柄に生まれ、戊辰戦争の重要局面、会津戦争の会津城攻防戦に参加した。戊辰戦争は薩長率いる新政府軍と、旧幕府軍による戦いね。会津戦争では白虎隊とか、多くの悲劇が生まれたと聞いたわ。ああ。戊辰戦争で会津藩は敗北し、明治維新後も逆賊の汚名を着せられた。やがて岩倉使節団に女子留学生枠が設けられた時、12歳の捨松は5人の女子留学生の一人に選ばれた。留学生の中には、津田塾大学の創設者となる津田梅子もいたぜ。津田梅子は新たな5000円札の肖像になる人ね。欧米の教育を受けた女子留学生は、明治政府から重宝がられたでしょ。いや、10年の留学を経て帰国した捨松たちだが、彼女たちが活躍できる職業分野は、当時の日本にはほとんどなかった。捨松は日本のためにできることを考え、とある人物と結婚するぜ。留学生活に結婚相手、捨松が日本のためにできること。気になることばかりだけど、今まで解説した人物とは毛並みの異なる人ね。確かに捨松の知名度は低いかもしれない。ただ捨松は戊辰戦争に女子留学、鹿鳴館外交に日露戦争と、近代日本史の重要局面に関わった。彼女の生涯はシリアスあり、ロマンスありと数奇な運命に溢れており、大河ドラマにしてほしいと個人的に思っている。へぇ、そんな波乱万丈な生涯を送ったのか。日本初の女子留学生の一人である山川捨松、気になってきたわ。最近は殺伐とした動画が多いからな。わかりやすく解説するぜ。今回は鹿鳴館の貴婦人、山川捨松について解説する。ぜひ最後まで見ていってくれよな。わーい、楽しみ。それじゃあ、本編スタートだぜ。山川捨松は安政7年1860年2月24日、会津若松、現福島県会津若松市で、会津藩家老山川直江の末娘として誕生。捨松の幼名は幸子という名前のため、今は幸子と呼ぶぜ。わかったわ。父直江は幸子誕生の1ヶ月前に病死し、幸子は祖父重秀と母縁に育てられた。祖父の重秀は首藤や新式銃にいち早く理解を示した人物で、縁は会津屈指の歌人。山川家の子供たちは、教育水準の高い家庭で育ったぜ。後に幸子が留学するのも、山川家で教育の素養を培っていたからかな。多分な。また、会津藩には初代藩士星名正幸が1668年に制定した、会津家訓十五箇条が存在し、大恩ある徳川将軍家に忠誠を誓うことが絶対だった。幸子も幼いながら、幕府への忠誠心は高かったと思われる。話は進むが、慶応4年1868年、幸子が8歳の時に薩摩長州率いる新政府軍と、旧幕府軍による戊辰戦争が勃発したぜ。会津藩主松平容保は1862年から京都守護職に就任し、長州藩を中心にした尊王攘夷派の志士を取り締まっており、徳川幕府の筆頭的存在だった。つまり、薩長の標的の矛先は、幕府側の筆頭会津藩に向けられたと。そうだな。容保は標準の意を示すが、新政府軍は容保の極刑を望んだし、会津藩内では四川論が根強く、容保は新政府軍と戦う道を選ぶ。だが白川口の戦いなどで、会津藩を含む旧幕府軍は次々と新政府軍に敗北。会津藩士たちは最後のあがきとして、8月23日から会津若松城に籠城するが、この戦いは藩士の家族も駆り出されたぜ。8歳の幸子は弾薬の運搬を手伝い、女性たちは城内に着弾する焼き玉式焼夷弾に、濡れた布団をかぶせて炸裂を防いだ。女子供を危険な戦闘に駆り出すなんて、会津藩に勝ち目はないんじゃ。
いや、籠城戦初日には柿頃の山本八重が籠陽兵たちと、大手門前から砲撃する新政府軍と銃撃戦を開始した。この時に八重は薩摩藩二番砲兵隊長、大山岩尾の右股に銃撃を浴びせ、岩尾戦線から離脱させる活躍を見せたぜ。意外と会津も前線したのね。個人的な感想だけど、八重と岩尾の顔は似てるわね。確かにな。だが最新鋭の兵力を持つ新政府軍に、会津藩は追い詰められた。ある日、咲子たちが食事をしている部屋に、焼夷弾が着弾して爆発した。この時に咲子の長兄の広志の妻とせが大やけどを負い、咲子も首を負傷。とせは間もなく死去し、山川家は大切な家族を失うぜ。やがて9月22日に会津藩は新政府軍に城を明け渡し、1ヶ月に及ぶ会津城攻防戦は新政府軍の勝利に終わるぜ。会津藩士の多くは投獄され、藩士の家族は各村で処分を待った。城の写真を見れば、戦いがいかに激しいものだったかわかるわ。片森や会津藩士たちは罪を許されるの？ああ。明治2年1869年6月3日に片森に嫡子片春が生まれ、11月3日に片春に家督相続が許された。結果的に会津藩士たちは31万石の会津藩から、青森県下北半島に位置する3万石の都南藩に移住。だが都南藩の藩領の多くは火山灰地質の玄関不毛の地で、実際の石高は3万石からほど遠い7380石。会津藩士、いや都南藩士は生活に困窮し、冬場は餓死者が続出するぜ。この頃の咲子は9歳か、都南藩の生活は過酷ね。いや、広志と母縁は、咲子たちの将来を案じ、幼い妹たちを函館の牧師に預けた。咲子は函館に住むアメリカ人の家庭で養育されるぜ。話を進めると、明治維新を経て政府は様々な政策を進めており、薩摩藩の重鎮黒田清隆開拓次官は北海道の開拓に従事。黒田は明治4年1871年1月から5月に欧米視察を行い、アメリカ西部の荒野で男性と肩を並べて働く女性たちに感銘を受けた。黒田は北海道開拓に有用な知識を学ばせるため、男だけでなく女も含めた欧米留学を構想するぜ。黒田清隆は主乱の元勲として、以前解説したわね。乃木希典の終戦に女子留学生の提案と、実はいろんな功績を残してたのね。黒田の動画はチャンネル立ち上げ後すぐに作成したもの。別の人物を解説する中で、新たな功績が見つかることもあるんだぜ。黒田の案は米国弁務公使森有則も賛同し、留学生たちは幕末に条約を結んだ国に国書を渡すために派遣される、岩倉使節団に随行すると決まる。留学期間は10年で、生活費や旅費は政府が負担し、年間800ドルの小遣いも支給されたぜ。お金は政府の負担、破格の待遇ね。ちなみに、当時の800ドルは現在価値でどれくらい？当時の為替は1ドル1円で、銀座の土地1坪が5円で買えたそうだ。男子留学生の希望は多かったが、女子の応募はたったの5人で、黒田は失望した。この時代の女子は一家の家事手伝いの担い手で、15歳くらいで嫁に出すのが普通。異国の地に娘を留学させる家など、ほとんどなかった。今の時代でも10年の留学は気が引けるわ。でも、5人の留学生の1人が咲子だったのよね。ああ。山川家では咲子の次兄健次郎が留学生に選ばれており、咲子は異国の地でも兄を頼れた。咲子はアメリカ人の家で暮らすことで西洋の文化に触れていたし、何より利発な娘だった。ただ当時のアメリカは今以上に遠い。母縁は捨てたつもりでお前の帰りを待っているとして、咲子に捨て松という新たな名前を名付けたぜ。捨て松という名前には、母親の深い愛情が込められていたのね。そうなんだ。さて、11月12日に岩倉使節団は横浜を出発し、サンフランシスコへ向かう。施設には43人の留学生が随行するが、女子留学生はたったの5人。彼女たちの名前と年齢は左から、長井茂子10歳、上田定子16歳、吉増良子16歳、津田梅8歳、山川捨松12歳となっている。彼女たちの親は皆、戊辰戦争で幕府側につき、出世の道は閉ざされていた。彼らは娘たちに一族の再興を託したんだぜ。女子留学にはいろんな思惑があったのか。捨松たちには頑張ってほしいわ。そうだな。さて、施設一行は12月6日にサンフランシスコに到着し、明治5年1872年1月に首都ワシントンへ向かう。捨松たちもワシントンに向かい、森有則の元で暮らす予定だったが、森は26歳の独身。森は年頃の娘5人に、母親代わりになる人が必要と考えた。捨松たちは森のつてで、日本弁務士官書記官、チャールズ・ランマン夫婦の家で暮らし、その後は英語教師と5人で共同生活を始めた。5人一緒は嬉しいけど、普段の会話は日本語。
これだと英語はあまり上達しないわね。鋭いな。実は陽子は留学間もない時期から原因不明の眼病を患っていたし、テイコは夏の終わりから体調を崩すなど、勉強が満足にできないものも現れた。森は身を案じ、テイコと陽子を10月末に帰国させた。そして捨松、梅、茂子の3人を本場の環境で英語を学ばせるため、里親に出すことを決意する。年長の2人の不調はホームシックが原因かしら。厳しい話だけど、残った3人が本気で英語を学ぶなら、アメリカ人の家族と暮らす方が良いわね。ああ。梅はワシントンのランマン夫妻の下で滞在するが、捨松と茂子はコネチカット州ニューヘイブンに移住した。そして茂子はアボック牧師、捨松はベーコン牧師の下で暮らすんだ。ベーコン牧師は地元の名士だが、14人の子供がいて生活は貧しかった。捨松を預かったのも、政府から支給される謝礼が目的という面もあった。そうなのね。てか、14人ってすごい子だくさんね。ああ。ただベーコン牧師は人格者で、捨松を我が子と隔てなく愛情を注いだ。また、捨松はベーコン家の末娘、アリスと特に仲良くなった。彼女は捨松の2歳上で、捨松の生涯の親友になるぜ。優しい家族に仲良しのアリス、勉強するには素晴らしい環境ね。ああ。各家庭に入った捨松、梅、茂子の語学力は飛躍。捨松は友達がたくさんできて、木登りを楽しむ活発な少女になるぜ。ちなみにニューヘイブンには捨松の次兄、ケンジロウも住んでいた。ケンジロウは捨松が欧米の思想に染まりすぎることを不安視し、洗礼を受けないこと、日本語の復習をすることも命じている。まあ、ずっと留学してたら、日本語はおろそかになるわね。そうだな。さて、捨松は明治8年1875年、16歳で地元の高校に進学。翌年にケンジロウとの約束を破り、洗礼も受けている。この頃に捨松は、アワーソサエティという女性だけの会合に参加した。会合では貧しい家庭に憂いを寄付する、病で苦しむ黒人女性のために、私物を売りお金を工面するなどの活動を定期的に行っていたぜ。要はチャリティーとかバザーをする集まりね。捨松はここでボランティア精神を学んだのか。そういうことだ。さて、捨松は明治11年1878年、19歳でニューヨークにあるバッサー大学に進学。バッサー大学は全寮制の女学校で、同時期に茂子も進学しており、二人は慣れ親しんだニューヘイブンから巣立った。二人とも大学生か、感無量ね。違いないぜ。茂子は音楽科に進むが、捨松は英語を完全にマスターし、通常科に進む。捨松は英語だけでなく、ドイツ語やフランス語も学んだ。さらに捨松は2年生の頃に学級委員を務め、シェイクスピア研究会にも所属。一方で自分たちは留学生であるという自覚も忘れず、当時の日本の情勢や国際的な立場も、新聞や山川家からの手紙で把握していた。さて、明治14年1881年の春に捨松、茂子、梅に帰国命令が出る。あら、もう期限が来たの？早いわね。ああ。茂子は音楽専攻の特別生で単位取得の必要がなく、この時に帰国。だが捨松はあと1年で学士号を取得して大学を卒業できるため、高校卒業を控えた梅と1年の留学延長を願い出る。結果的に捨松は学年3番目の通年成績で偉大な名誉の称号を取得し、明治15年1882年6月に大学を卒業するぜ。すごいわ。捨松は日本人女性として、初めてアメリカの大学を卒業したのね。その通りだ。また捨松は卒業後に2ヶ月間看護学校に入学し、看護婦の免許も取得。わずかな時間も勉強を続けたぜ。さて、捨松と梅は同年10月にアメリカを出発し、11月22日に帰国。すでに捨松は23歳、梅は19歳になっていた。捨松は母園と再会するが、終生捨松の名を変えることはなかったぜ。深い意味が込められた名前だもんね。茂子も含めて3人は日本のためにバリバリ働くのね。いや、そんなことはなかった。女子留学生を派遣した開拓使は1882年2月に廃止され、発案者の黒田清隆は明治14年の政変で失脚。捨松は機械体操や生物学の教員を志していたが、政府の女性教育の動きは鈍化し、捨松や梅に政府からの要請はなかった。そもそも長期留学で捨松の日本語力は怪しくなっており、日本語の読み書きが十分にできなくなっていたんだ。そうなのね。せっかく留学したのに、捨松は失望しただろうな。帰国後の捨松は東京牛込に移住した山川家に身を寄せた。嫡男の広志は陸軍少将、留学していた健次郎は帝国大学の教授となり、一族の汚名を返上。だが山川家は多くの親戚や書生に援助し、生活は常に苦しかった。
山川家の家計の負担になることに、捨松は耐えられないでしょ。違いないな。捨松は学校の創設を考え、アリスにお金の工面を相談するが、健次郎に政府から要請があればどうするのかと言われ、思いとどまった。また、当時は15で嫁に行く時代。二十歳を過ぎた女性は生き遅れと呼ばれ、社会的にも経済的にも自立した女性とみなされなかった。帰国後に海軍省の瓜生外吉中尉と結婚し、音楽教師となった瓜生茂子。日本語は捨松以上に怪しいが、義理結婚的齢期の19歳の梅。当時の捨松は、焦燥や日本社会の不満をアリスに手紙で送っている。茂子は結婚したのね。捨松も結婚の誘いがあるんじゃない？確かに捨松は明治16年1883年2月、24歳の頃に英語学者の神田内部からプロポーズされた。捨松が結婚したいと感じたのは事実だが、捨松は官費で留学した立場。お国のために何もできていないと誘いを断った。この写真は晩年の内部の写真か。イケメンの面影もあるけど、捨松は女としての幸せではなく、国のためにできることを探したかったのね。そうだな。だが数ヶ月後に捨松にとある人物との結婚話が持ち上がる。それは三義陸軍卿、大山巌中将だ。ん？大山巌って会津戦争で薩摩藩2番砲兵隊長を務めた人よね。よく覚えているな。巌は同郷の吉井友実の長女沢子と結婚していたが、沢子は三女出産後に体調を崩し、昨年の8月に亡くなっていた。子供の世話は巌の姉、有馬邦子が担うが、邦子は女に教育は必要ないと考えていたぜ。解明的な巌は、教育に理解のある女性を再婚相手として探していた。教育に理解のある女性、か。さらに巌はドイツ語やフランス語が流暢な、陸軍指折りの西洋かぶれ。当時は各国の要人が集まる婦人同伴の舞踏会が、重要な外交の場だった。陸軍卿として舞踏会や夜会に参加する機会の多い巌は、夜会や舞踏会の作法を心得た女性を妻にできたらと考えたんだ。教育に理解があり、国際通で舞踏会でも物おじしない女性。そんな人、捨松しかいないわ。ああ。巌の舅友実は捨松を巌の再婚相手に選んだ。巌が初めて捨松に会った場面は諸説あるが、パリのマドモアゼルを彷彿させる捨松の洗練された美しさに、巌は魅了されたとされる。ただ、薩摩藩と会津藩は戊辰戦争で争った立場よね。山川家が結婚に賛成するかしら。鋭いな。山川博士少将は薩摩人との縁談が旧会津藩士に与える悪印象を恐れたし、何より会津戦争で妻と瀬が新政府軍に殺されている。吉井を通じた上司たる大山巌の願いを、きっぱりと断った。じゃあ結婚は破談になったの？いや、今度は巌のいとこ、西郷嗣道中将が博士の説得に当たる。嗣道は維新三傑で1877年に西南戦争の名士となった西郷隆盛の弟。つまり巌は隆盛のいとこだった。広志が山川家は俗軍の家臣ゆえと断る中、嗣道は大山も自分も逆賊の身内と述べ、広志の逃げ道を塞いだ。最終的に広志も売れ、あとは捨松の判断に任せると決まる。広志は捨松が縁談を断ると思ったんじゃないの？多分な。ただ捨松は閣下のお人柄を知らないうちは、お返事もできませんとデートを提案し、巌もそれに応じたぜ。鉛の強い薩摩弁、片言の会津弁を話す二人は最初は会話が通じなかったが、フランス語なら会話が弾んだ。捨松は24歳、巌は42歳と親子ほど2歳は離れていたが、捨松はデートを重ねるにつれ、巌の心の広さに惹かれ、交際3ヶ月で結婚を決めた。交際3ヶ月？電撃結婚じゃない？ああ。巌を愛していたのは間違いないが、捨松はこの頃にアリスに彼と結婚し、その立場から女性のためにできることがしたい、と手紙を出している。捨松なりに思案した結婚だったのは間違いないぜ。さて、12月12日に結婚式が鹿鳴館で行われ、山川捨松は大山捨松となるぜ。1000人もの招待者が集う中、捨松は巌の妻として皆を出迎えた。捨松の洗礼された美しさを、皆が称賛したんだぜ。いろいろと思うことはあれど、無事に結婚できてよかったわ。捨松が巌の妻としてできることは何かしら。鹿鳴館外交だな。当時の日本は、幕末に欧米列強と結んだ不平等条約の改正に心血を注いだ。捨松たちが随行した岩倉使節団も条約交渉の密命を帯びていたが、当時の日本の国力では相手にされなかった。外務卿井上馨は日本が文明国であることを世界に示すため、外国使節を接待するための使節鹿鳴館を、捨松が結婚した年に建設。政府は大岡政策として、連日のように鹿鳴館で舞踏会を開催するが、
不慣れなダンスに挑む日本人の様子は、諸外国には滑稽に見えていた。この頃に流暢にダンスを踊れた日本人女性は捨松、梅、重子を除けば、数えるほどしかいなかったぜ。諸外国からは滑稽に見える、か。確か教科書で六名館の風刺画を見たことがあるわ。よく覚えているな。舞踏会で多くの日本人が嘲笑される中、捨松は軽やかなダンスを踊り、英仏独語を駆使し諸外国の政府高官と談笑した。人々は捨松を六名館の貴婦人と、尊敬の意を込めて呼んだぜ。ただ六名館で捨松がステップを踏んだのは、日本の欧化政策の役に立ちたい、日本の婦人の地位向上の役に立ちたいという思いからだった。六名館の貴婦人という立場の重さを、捨松は誰よりも感じていただろうね。違いないな。さて、明治17年1884年2月、捨松が25歳の年に岩尾は1年の欧州視察に出発するが、捨松は日本に留まった。捨松が視察に同行しなかったのは、戦災の娘たちの育児もあったが、つわりに苦しんでいた経緯もあった。捨松は体調が改善するとあることに携わる。それが家族女学校の設立委員会だ。お、捨松の夢だった学校の設立ね。妊娠中なのにすごいパワーだわ。ああ。家族や皇族の指定のための教育機関として学習院があったが、当初は女子の生徒数は少なかった。だが女子の生徒数が増えて既存の学習院の校舎では手狭になると、新たな学校を作る話が持ち上がったんだ。家族女学校の準備委員は捨松のほか、宮内省御用係を務めていた女子教育の先駆者下田歌子。捨松は軍人の妻という立場のため、学校運営や準備は歌子を中心に進められたぜ。家族女学校という響きが、捨松の望んだ欧米流の学校ではなさそうだけど、経過を見るしかないわね。学校ができるのはもう少し先だ。さて、6月12日には捨松の主導で、日本初のチャリティーバザー6名館事前会が開かれる。捨松は日本の病院を見学した時に、看護師ではなく雑用係の男性が怪我人の世話をしていることに驚愕したぜ。捨松は女性の方が看護のケアに向いている。女性の職場を開拓するために看護学校が必要と、有志共立東京病院院長の高木兼弘に訴えた。海軍カレーの発案者高木院長もそのことを重々承知していたが、財政難で学校を作るお金がなかったんだ。六名館のバザーは、看護学校の資金を集めるためのものか。チャリティー精神も看護学の知識も、捨松が留学中に学んだことね。よく覚えているな。捨松は告知、品揃えに宣伝と全ての業務を主導し、政府高官の妻たちを牽引する。バザーの収益目標は1000円だったが、3日間で1万6000円に達したぜ。当時のお金の価値だとすごい額ね。その寄付金で看護学校ができたのね。ああ。捨松は全額を高木に寄付し、2年後に日本初の看護学校、有志共立病院看護婦教育所が設立された。捨松は近代日本のチャリティー企画の草分け的存在になったし、家を守ることを責務とされた妻たちが、大きな力を秘めていることを証明したんだ。さて、11月1日に捨松は久子を出産し、明治18年1885年1月に岩尾も帰国。捨松は26歳となった。26歳で4人の母親となり、慈善事業や教育分野でも活躍する。私にはできないわ。私も無理だな。また、10月に家族女学校が開校する。捨松は開校直後に梅を、3年後には訪日した親友アリスを教員として招聘し、教員の質の向上を図った。ただ学校自体が旧来の良妻賢母を育てる方針だったこと、歌子の封建気味な思想も相まり、捨松や梅を満足させるものではなかった。学校の設立自体は前進だけどね。まあな。また家族女学院設立から2ヶ月後の12月22日に、伊藤博文が初代内閣総理大臣に就任。岩尾は内閣の陸軍大臣となり、欧化政策を主導した井上薫は外務大臣になるぜ。井上が外務大臣ということは、六名館外交は今後も続くのね。ああ。捨松は1886年2月に長男高志を出産するが、その前後も六名館の貴婦人であり続けるため、ダンスを続けた。だが欧化政策を批判する者も多く、明治20年1887年5月、捨松が28歳の年に、六名館外交や捨松を誹謗中傷した記事が新聞に掲載される。捨松は欧米の価値観にのっとり、人前でも夫を岩尾と呼んだ。岩尾もそれを当然と思い、二人は仲睦まじい夫婦だったが、国粋主義者らはそれを批判的に思っていたぜ。誹謗中傷の記事も、捨松を批判する層が一定数いたことが関係してるのね。多分な。ちなみに六名館外交の批判はその後も続き、誹謗中傷の記事の4ヶ月後の9月に井上は外務大臣を辞任。
時代を彩った六名館外交は下火になるぜ。年末に捨松は栄子を相談し、栄子は溶接するが、精神的、身体的な疲労も蓄積していたんだろうな。六名館の貴婦人と呼ばれた捨松だけど、期間中に三人も子供を妊娠してたのね。そういうことになるな。話は進むが、明治22年1889年6月、捨松は30歳で次男柏を出産。そして明治26年1893年2月に、先妻の子信子が17歳で、官僚三島道常の長男弥太郎と結婚。出産に議場の結婚と刑事が続く大山家だが、数ヶ月後に信子は結核の疑いで、大山家に戻るんだ。結核？当時は富士の病なんじゃ？ああ。結果的に信子は三島家から離縁された。また明治27年1894年に日清戦争が勃発し、岩尾は第二軍司令官として深刻に出征している。捨松は留守を任されつつ、結核の感染防止のために大山家の敷地に別邸の病室を作り、信子の看護を献身的に行うぜ。だが明治29年1896年5月、捨松が37歳の年に信子は20歳で亡くなった。ご冥福をお祈りするわ。大山家の悲しみは大きいわね。違いないぜ。だが悲劇はその後も続いた。明治31年1898年11月から徳富ろ過が、国民新聞でホトトギスという小説を連載。内容を要約すれば主人公並子が結核を患い離婚を言い渡され、儚い生涯を終えるというものだ。ん？このくだりは、捨松の議場信子と同じじゃん。鋭いな。ろ過は信子の話を自分の妻から聞き、それを元に小説を書いた。問題は主人公のモデルが信子ということが読者もわかるようになっており、ママ母が白状で意地悪な人物と書かれていた点だ。捨松は信子を別邸で看護したけど、それは結核の感染予防のためよね。ああ。捨松は繊細の子も我が子のように可愛がり、献身的に看護をした。だが当時は看護学が浸透していない時代で、世間は捨松の行動を白状で意地悪な行為と捉えたぜ。19年後にろ過はホトトギスは誇張だったと証言するが、捨松はその期間も風評に悩み続けていたんだぜ。今なら名誉毀損で訴える案件ね。そうだな。だが捨松は風評被害に負けず、この頃から長年の夢に携わるぜ。明治33年1900年7月、捨松が41歳の年に梅和女子英学塾を設立。女子英学塾は日本初の先駆的な学問重視の女子教育機関で、戦後に津田塾大学となった。津田塾大学は女東大の異名を持つ優秀な大学と聞いたわ。私も目指したい大学ね。偏差値も高いがな。ただ発足時点の女子英学塾は小規模で基盤も弱かった。捨松は女子英学塾の顧問として、茂子、訪日したアリスたちと梅を支援。明治36年1903年4月に第1回卒業式が行われ、捨松は塾を代表して挨拶を述べたぜ。卒業生を送り出した捨松たちは感無量だったでしょうね。違いないぜ。余談だが、梅は1902年に漢字表記の梅子に名を変えた。梅子は生涯独身を貫き、有力なパトロンもいなかった。女子英学塾が軌道に乗れたのは、大山岩尾や宇宙外吉などの有力な軍人を夫に持つ、捨松や茂子の功績も大きかった。だが捨松たちが女子英学塾の運営に奮闘する中、国際情勢は緊迫し始めた。明治37年1904年2月、捨松が45歳の時に日本はロシアと戦争を始めるぜ。ついに日露戦争か、当時のロシアは世界屈指の大国よね。岩尾も日清戦争の時のように出征するの？ああ。岩尾は6月20日に満州軍総司令官の勅命を受け、7月6日に日本を旅立った。岩尾は1891年に陸軍大将に昇進し、1898年に元帥府に列せられるなど、日本陸軍を牽引する立場にあった。岩尾たちには頑張ってほしいけど、捨松も妻としてできることがあるわね。その通りだ。夫を見送った捨松は、慈善活動を積極的に主導。皇族や家族の婦人霊場を牽引し、募金委員会や包帯作りなどのボランティアを進めるぜ。捨松が慈善活動に尽力する中、岩尾を率いる満州軍は難攻不落と称されるロシアの旅順要塞の陥落を目的に、8月から11月にかけて総攻撃を開始。だが旅順要塞は堅牢で、多くの日本兵が死傷した。これは旅順包囲戦のことね。野木マレスケの動画で見たけど、日本軍は多くの犠牲者が出たのよね。ああ。旅順要塞は明治38年1905年1月に陥落するが、日本側の死者は 15,400人、占領者は 44,000 人とされ、負傷の末に帰還する兵士も多くいた。捨
捨松は看護師の資格を駆使し、日本赤十字社で戦傷者の看護もしたとされる。留学中に得た看護師の知識が、ここで活かされたのか。その通りだ。さて、2月には日本軍24万人、ロシア軍36万人が満州の荒野で戦闘を行う方天海戦が勃発。司令官の岩尾は本作戦は、今戦役の関ヶ原とならんと軍事し、日本兵を奮い立たせたぜ。3月10日にロシア軍は戦略的撤退を行い、日本軍は進勝したんだ。捨松だけでなく、岩尾も日本軍を牽引する立場として大きな功績を残したのね。ああ。この頃からアメリカの新聞も日本の快進撃を記事にする。満州軍総司令官の妻が、アメリカのバッサー大学出身ということを、アメリカの世論は好意的に捉えた。4月に捨松は戦没者の家族が困窮している現状を、アメリカの新聞に投稿。アリスラ大学時代の友人の協力もあり、多くの義援金が日本に届けられた。捨松は日露戦争の陰の功労者と呼ぶにふさわしい活躍をするんだぜ。これは捨松にしかできないことだわ。確か、日本はロシアに勝利してポーツマス条約を締結するのよね。ああ。アメリカの仲介で11月25日に、日本はロシアとポーツマス条約を締結する。日本は悲願である列強の仲間入りを果たすんだ。岩尾は12月3日に広島に到着し、1年半ぶりに日本の土を踏む。岩尾と捨松の長い戦いは終わりを迎えたんだ。それは捨松が47歳、岩尾が65歳の時だった。岩尾は日露戦争の功績で、明治40年1907年1月に公爵を授与されるが、政治的野心を一切持たず、誰からも好かれた。日露戦争で功績を残したら私なら天狗になりそう。それだけ岩尾が人格者だったということね。違いないな。さて平和な日々は続いたが、明治41年1908年4月、長男の高志が軍艦松島の火災事故で殉職する事故も起きているぜ。平時とはいえ、軍人は常に人と隣り合わせにあった。日露戦争後の大山夫婦は栃木県那須野の別荘で過ごすことが増えたぜ。それは日本のために生涯を捧げ続けた捨松にとって、やっと訪れた休息だった。高志の殉職後は次男の柏が嫡男となり、大正5年1916年9月、捨松が57歳の時に柏夫婦に待望の男児あずさが誕生する。捨松はついにおばあちゃんとなった。留学時は12歳だった捨松がおばあちゃんか。時の流れは早いわ。違いないな。ちなみにこの年の10月に捨松、梅子、茂子は懐かしい人物と再会する。それは上田定子だ。定子は吉増良子と一緒に途中で帰国した留学生ね。二人は帰国後に何をしていたの？定子は父が開校した上田女学校の教員となり、後に石の桂川穂淳と結婚した。吉増良子は帰国後に海岸女学校の英語教師となるが、1886年にコレラにかかり、30歳の若さで病死した。あまり語られることのない二人だが、彼女たちも女子教育の先駆者だったことは、この場で伝えておきたいぜ。二人のその後も知ることができてよかったわ。孫の誕生に留学生の再会と、おめでたいことが続くわね。いや、再会から1ヶ月後の11月17日に、障害の伴侶岩尾が胆嚢炎となり、倒れてしまう。捨松や娘たちは必死に看病するが、岩尾は12月10日、75歳で降居するんだ。ご冥福をお祈りするわ。6名間外交に日露戦争、二人は二人三脚で日本のために尽くしてきたもんね。その後の捨松は何をして過ごすの？岩尾の妻としての責務を果たした捨松は、社交界や公式の場から身を引き、孫の世話をすることに生きがいを見出した。そんな捨松も、女子英学塾を支援し続けることへの情熱は絶やさなかったぜ。捨松は日露戦争期間中も支援を止めず、1904年に理事、1905年に同窓会会長に就任した。梅子は塾の創業期から体調を崩しており、大正8年1919年1月に塾長を引退せざるを得なくなる。新たな塾長として、英文和訳を教えていた辻松に白羽の矢が立つが、松はその任を断った。じゃあ、後任の塾長はどうなるの？捨松もそれを不安視し、松の説得に当たる。結果的に松は正式の後任が決まるまで塾長を引き受けることが決まり、2月5日に塾長代理就任式が行われるぜ。結論から言えば、この就任式の出席が捨松の最後の仕事になる。え、最後ということは、この頃、東京一帯では世界的にパンデミックを引き起こしたスペイン風邪が流行っており、捨松は就任式翌日に体調を崩した。少し前から体調は思わしくなかったそうだがな。その後も体調は改善せず、捨松は2月18日、享年60歳でこの世を去るぜ。ご冥福をお祈りするわ。捨松は無念だったかもしれないけど、最後に女子英学塾の引導を渡せたことは本望だったかもしれないわね。
違いないな。さて2月22日に大山邸で捨松の告別式が行われ、翌日に遺体は西那須野にある大山家の墓に埋葬された。また病の中、告別式に参列した梅子の姿は、皆の悲しみを誘った。梅子や茂子にとって捨松は50年来の仲間だもん。悲しみも大きいわ。違いないな。さて、10歳で海を渡った女子留学生たちは、その行動力で日本の女性の生き方に風穴を開けた。慈善活動に女子教育、それらの発展に捨松の努力と苦悩があったことを私たちは忘れてはいけないな。今回は山川捨松、いや大山捨松について解説したぜ。会津藩の家老の娘として生まれた捨松は、日本初の女子留学生としてアメリカに渡り、因縁の薩摩藩の重鎮大山巌と結婚。その人生は波乱と巡り合わせに満ちていた。会津城攻防戦が行われたあの日、二人が同じ場所にいたのも何かの縁ね。そうだな。鹿鳴館外交、女子英学塾の支援、日露戦争での義援金の呼びかけ。封建的な時代の中、捨松は自分ができることを模索し続けた。あの時代に明治政府が女子留学生を派遣したことは、本当に意義があったと思う。それは間違いないわね。ただ捨松は妊娠中も舞踏会に参加したり、小説ホトトギスで誹謗中傷を受けてたわよね。快活そうに見えても本当は苦しい時もあったと思うの。それは間違いないぜ。捨松は回想でバッサー大学で過ごした4年間が人生で一番楽しかったと述べている。留学時代はアメリカの自由な気風で過ごしていた捨松だが、日本では巌の妻として公的な業務に関わることも増えていく。気の休まらない日も多かったと思う。巌が良い旦那さんだったことは救いだけどね。捨松を見てたら勇気が湧いてきたし、私も解説役から退いたら留学に挑戦するわね。知りたい人も多いし、ずっと先だろうけど。まあ留学するときは応援するぜ。以上で、ゆっくり解説山川捨松の生涯を終了するぜ。もし少しでも良かったと思ったら、最後に高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。